久しぶり、久しぶり、本当ありがとうございます。久しぶりでちょっとしかできんけどごめんなさい。16歳になったら、あ、リンカ来た、ヤッホー、頑張ってね、4日後。16歳になったら10時までできるようになるので、かねちゃん初めての2日連続の配信、え、そうだっけ、そうなんだマジでありがとう。今日はんちゃんが来るって言ったんだけどまだ来てないな。はんちゃんから今日配信行くねーって来た。こんちゃやっほーやっほー。また台風3連休のねあれにね来るね、嫌だね。台風めっちゃ3連続やん、でもこの前よりはそんなひどくないんでしょ。めっちゃ星投げたよ、99個、あ、全部ありがとうございますじゃあ彼も今度リンカに投げます。リンカする予定ないの、なんか配信公演初アンダー前とか。台風来てるの、そう、嫌だよね。赤クールカレオシさんありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう。明日ショールームマジで行く、23日行くよ、なかったら予定が。リンリンリンカはあんまり配信しないね、初アンダーで忙しいもんね緊張する、私が。おかはりライブ、あ、行く、え、昼と夜どっちですか。ありがとうございます、おかはり楽しみ。ちびちゃん MC めっちゃ緊張してたね、最初のダンスから緊張してたよね、かわいいよね、渋い、渋み、渋みって呼んでるんだ私。昨日頑張れって言ったよ、ちゃんと2人に。早田さん、なんだっけ、ハロウィンのお化け、ありがとうございます。ゆとゆるどっちも、お、マジでありがとうございます。カレンのうちは持ってきてね結構見つけるんだよね私、いろんな人のうちは。しびちゃんリハでは間違えまくってた、本当？カレンも間違えたよ、間違えまくってたよリハ、いや間違えてないけど、なんか立ち位置がなんか思ってたとこと違うっていうか、なんか紙立ち位置表があるんですけど、それと違った立ち位置だったりとかが結構あったんで、ちょっとリハ終わって本番までの時間はもうずっと頑張ってました、確認とか。進化何部写真、白ニットの発売されてますのでぜひ買ってください。けんちゃんだピーンさん、ハロウィンのお化けありがとうございます。カ
ね、明日めっちゃ大変な仕事なの。超絶可愛く頑張れ。頑張れ。頑張れんれん。って誰かが言ってていいやんって思った。お疲れんれん。頑張れんれん。よくない。ロキちゃんは全員お互いのことちゃんづけで呼んでるの？呼んでない呼んでない。でも呼んでる子もいる。いくのちゃんとか、いくのちゃん、みゆ、次誰だ、ゆいな、次ココハ、りんか、だ、何言うた、りさ、りちょぱりちょぱ、次誰だ、ひろね、違う、あと一人いるね。いるね。いや、結構いるね。7人しか言ってないね。誰だ？誰言ってない？まあ、後から言いましょう。渋み。ココペ。藤子ココ。うらちゃん。ななねえ。ひなたん、レイヤちゃん、絶対全然言ってないね。14人しか言ってないね。あと3人言ってないね。誰だ誰だ、あ、さあやちゃん、さあちゃん、さあやちゃん、あと2人教えて。あ、ゆな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 、あ、はんちゃん、やばい、はんちゃん今来た、はんちゃん最初の方で忘れてちゃう、ごめんね。絆のはんなちゃん、はんなちゃんだった。25日に横浜のサンブでカレーレン初対面。あ、もうすぐじゃん、あと3日後、楽しみ、ありがとうございます。カレー3部と5部だったっけ、1時からのやつだっけ、12時からか、12時から1時のやつっけ、3部って。で、だよね、ありがとうございます、嬉しいな。いつの小悪魔、そう、28までやったっけ、小悪魔は。まあ、ハロウィンなんですけどありがとうございます。ベルタさん、レインボースターありがとうございます。みちょぱってみちょぱみたいな、それな、だから言った、みちょぱさん大好き。はんちゃん、はんちゃんの前にりんかが先だったよ。レンちゃんは先輩で同期と間違ったことはないの？え、逆に間違える人いるんですか？え、どうやったら間違える？全く間違えない。似てる人とか、ココッペとひじりさんが似てるからみたいな？違う？でもなんか渋井ちゃんがクリノさんに似てるって言われてたよね。声とか似てるらしくて、彼はあんまり思ったことないんですけど。ハロウィン、ハロウィン、ハロウィンにまさか彼の小悪魔のコスプレの写真変えるとはね。ハロウィン、え、ハロウィンって思ったもん、一瞬写真撮影しててやったーって思った。マネージャーさんにも似合うって言われたよ。ね、似合うよね。っていうかね、前髪切ったんだよ、彼。気づいた？さっき切ったんだよ。さっき切ったんです。1本だけ。
だけ長かった。彼ね、パシフィコでは、うん、天使の羽生えてる、なんか心が綺麗な人には見える天使の羽をつけていきたいと思います。なので見えてたらおしゃべり会に言ってね、天使の羽生えてるねって。フォルムが少し似てるかも。マジで？ほんとほんと？そろそろ衣替えの季節来ましたね。始まりましたね。始まりましたね。わかんないけど。でも今日ね、あ、違う、昨日の夜長袖着て寝たんですよ。昨日、おとといが寒かったからね。だから、だけど暑かった。今日一日とっても暑くて、まあ半袖に変えましたよ。やっぱまだでした、私にとっては。ちょっとクーラーもつけちゃったりして、扇風機も当たっちゃったりして。けいごさん、ハロウィンのお化けありがとうございます。カレンが元祖小悪魔だもんね。 HKT ではナイスチョイスだわ。元祖小悪魔だ、ありがとう。本当、え、そうだっけ、わかんないけど、いなかったらいいな。今も天使の羽見えてる。あ、本当、心綺麗じゃん、超綺麗じゃん。心に昨日カフェオレこぼし汚れてるから。カフェオレこぼしちゃったの。じゃあずっと水飲んどけば綺麗になるよ。羽見え、残念。ちょっとあと3日後までにずっと水飲んどけば心綺麗になる。彼も水しか飲んでないから心きれい。でも R1 は飲んでます、朝絶対に、毎日一本。けいごさん、レインボースターありがとうございます。ご主人の方程ターグラヤさん、なんだっけ、ゲームやったよね、最初のやったっけ、頑張れゲームみたいな。違うね。ジージーありがとうございます。 TH さん、かわいい、ありがとうございます。リゾさん、アイスクリームありがとうございます。アイスクリーム食べたいな。え、水で心きれいになるよ、なるよ。もう心も体も綺麗になる。こんばんは。水以外たくさん飲んだので心呼ばれてしまった。だからカレンとおしゃべり会する時までに水飲めばいいってこと。てか敬老の日はおじいちゃんおばあちゃんに感謝の気持ち、感謝の気持ちあげたです。やば、そんなんだよね、ごめんなさい。あと10分なの、10分なの。やだやだやだ、ちょっとしかできなくてごめんだけど、まあ渋井ちゃんとななかちゃんの配信じゃない、初アンダー見れたのでよかったのではないでしょうか。南は天使、中身は小悪魔。小悪魔ね、悪魔じゃなくて。福井カレンです。今から10リットル、え、10リットルやばいよ。3日で飲んでも 3.3 ぐらい飲まなきゃでしょ、1日。やばいかも。心をきれいにするのは何水が一番いいんですか、炭酸水とかどうすか、ウィルカレキンソン、なんウィルカレキンソンとか。彼はシリカ水飲んでます。シリカ水飲みましょう。ファミマとかに売ってるよ、あの天然水みたいなシリカ水が入ってます。あ、立花心も来た、ペも来た、ペも来たよ。今度はペのね、お家に泊まるんです。ペのお家に泊まらせてもろて、3人目ですね。ペは3人目。今日カレンの配信に来たの。
ちゃんが今日も愛しするって言ってたからワクワクであんまり眠れなかったよ。そう、ありがとう。ね、寝てね、ちゃんと寝てね。シリカ水、そう、シリカ水でも飲みやすい。同期にモテモテ。そうだよ、同期にも全員にモテモテだよ、私は。荷物に入れてお話会連れてってよ。いいよ、ペは軽いから。勝手に入ってて、カレンのスーツケースに。スーツケースじゃないか。初めての横浜なんでちょっと嬉しすぎる。めっちゃ楽しみ。ビール水ならいっぱい飲んでます。あらら、ビール水って何ですかね。彼のお父さんもビール水飲んでますよ。純情ソーダ水。あ、ソーダも美味しいけれど、いいよ、炭酸水なら。ソーダ水なら、ソーダってソーダ味がついてるからダメだ。炭酸水なら。エスピアさん、かわいい、ありがとうございます。夜はサバの味噌煮、なんかコスモスに売ってある美味しいやつ、カナが一番大好きなサバの味噌煮を食べました。やったねー、やったねー。じゃあそのココッペとあのおしゃぶり会一緒に行った後はそのままココッペのお家にお泊まりします。横浜海があっていいよ。福岡も長崎も海ある。え、そうなの？海いいよね。でも今ちょっと寒いかな。どうなんだろう。海、海、海、海行きたいな。海、9月のナム写真のメガネの色は自分で決めたの？いや、石尾さんに決めてもらった。なんか顔が濃いらしいから、これだからクリアがいいんじゃないって言われて。顔濃いのかね。分からない、分からない。ビール水、パパ、パパさん、ビール水、パパ飲むんですよ。やったー、今日サバの水、水煮、水煮、みぞれ煮って読むのこれで。分かんない、分かんないけど、CD の写真ありがとうね、サインのやつ。ああ、全然ありがとうございます。こちらこそ買っていただいて。よかった、みんな届いたみたいで。届いたみたい。文章も一枚一枚頑張りました。クリナさんとシビちゃん似てると彼は思わない。うん、たまにひつき虫のカレンレンじゃないですか。そうなの？そう？私。でも仲良くなった人とか大好きな人には結構ひつき虫はするかもですね。カレンちゃん顔が濃いんだ。ファンはキャラが濃い人が多いかもしれない。確かに、確かに、なんか面白い人多いかもしれない。週末の横浜は風が強そう。あ、そうなの？涼しいじゃん。やっぱね。土曜朝の飛行機で行こうと思ったけど楽しみすぎて寝れなくて朝寝坊しそうなので明日の飛行機で行くよ。あ、マジで明日の飛行機って早くね？2日間泊まるってことですか？日曜だよね、彼。違うっけ？土曜も行く？彼もしかして。23時から夜勤だけど。ほんと？頑張ってね。あと1時間後？ 2 時間後か。頑張ってください。じゃあランキング読みます。早いね。13位ソウさん、ありがとうございます。12位関連韓国のファンさん、ありがとうございます。11位 TH さん、ありがとうございます。10位あ TH さん、天使と小悪魔じゃん、嬉しい。
10位ゲマさんありがとうございます。 KPK ストーリスカリさんありがとうございます。8位居酒屋くんさんありがとうございます。7位バル86さんありがとうございます。6位キノッツさんありがとうございます。5位甲子園のホテルタグダヨさんありがとうございます。4位はケイコさんありがとうございます。3位はイソピョンさんありがとうございます。2位はリドさんありがとうございます。1位はチク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 はやたさん、ありがとうございます。ありがとう、こんなあれなのに。電報気をつけて、カレンデー日中あだけだよね。安心した。急にランキングごめんね。今週はもっと配信予定あるのかな。まだ全然決めてないので、決まったら教えるね。明日はカレンちゃん全然としててるかな。どうだろう。じゃあ今日もね、20分、23分ぐらいのちょっとの間だけど、来てくれてありがとうございます。また、ね、久しぶりにして2日連続できてよかったね。またいつかするので、おつかれんだ。あ、そう、はやたさん、おつかれん、あ、違う、かれん連絡してくれてたよね。かれん連絡でいいかな。かれん連絡で話したいこと書いてください。いろいろ、なんでも読みますので、スクショ。